個人的にはこの試合が一番なんかこう盛り上がれたというかファンマが決めた瞬間シャーッ多分ファンマと同じ顔してましたねライターの大塚拓馬です。さあ2022年のアビスパ福岡のサポーターアンケートを行ってまして、はい、選手関連のアンケートの結果発表が終わりまして、うん、今シーズンのですね印象に残った試合というかでまあなんか、まあ、試合って34試合ですねリーグ戦34試合、はい、そこで印象に残った試合ってまあそれぞれねその観戦に行った思い出とかいろいろあるわけだから、うんまあ、結構ばらつきそうなアンケートなんですけど、うんうんうん、確かにでめちゃくちゃ偏りましたちょっとね僕ねこんなに勝てるのちょっと意外だったんですけど、うん、97票がこの9月17日のベスト電気スタジアムで行われた清水エスパルス戦、ね、まあまあ言われてみれば納得でしたね。まあそうですよね確かにこの時の試合で結構しっかり逆転勝ちができた、うん、初めて逆転勝ちだった今シーズン確か、ね、はい。それで結構まあ印象的というか、うん、この後半戦のこのなんとかね、うん、首の皮一枚つながるこの流れを最初に作った試合っていうところなのかなっていうので、うん、まあ印象に残った方が多かったかなと、うんうんはい、またねこれがまあホームでの試合だったこともあって実際に現場で見た方も多いでしょうしということがあったのかなと思います。で2位が5月3日の FC 東京戦ですね、はいゴールデンウィーク、これは大勝した試合ですよね。これは、はい、5対1で大勝した、すごい、J1 でそんな試合がね、できるんだっていう、すごい楽しかった試合でしょうね、皆さんの。いい思い出。いい思い出。はい、で、3位が、10月8日の札幌ドームでのコンサドーレ札幌戦。これもね、結構象徴的な、そうですね、最後の残留争いの中では本当になんとかここで、うんはい、勝てたから勝てたからっていうのはありますやっぱり印象をね、はい、お持ちの方も多いんじゃないですか。そうですねやっぱシーズンがシーズンだったんで、うん、結構後半戦の試合にね票が固まる感じになってます、うん、あ本当ですね確かに、はい、で、まあ、その中でもやっぱり9月17日の試合がね、はい、多いということで20代女性札幌歴5年以下の方この夏頃はずっと勝てずに苦しい中でついに悪い流れを断ち切りさらに今までできていなかった逆転しての勝利だったことが理由です、はい、個人的に夏場に起伏してホームゲームに足を運んだ中で最後の試合だったので、うんうん、勝利で締めくくることができたことも理由のうちの一つです。あ、まあ、夏場つらかったですよね。ねえ本当勝てなかったですかね。ちょっともう行きたくなかったですこう、ね、当時どうでした皆さんなんかこうね、せっかくの休日なのに、うん、こうすごいこうなんかねいいかってなるね。そうで暗い気持ちになってね、うん、でこうなんかあんまりこうねなんかこう気分も優れないじゃないですか、うん、こうなんか仕事とかに影響したりとかしませんでしたしんどかったですね、うん、夏場ね、40代男性サポ歴21年から25年の方コロナの影響で苦しい状態で先制を許し、はい、またダメかと思った試合で中村選手のゴールで息を吹き返し、うん、その後勢いに乗って逆転勝ちしたから、うん、この試合を通していたら降格してたのはこっちだったと思います、うんうん、そういう意味でもこの試合はえ、これなんて読むんだこれえ、なんだろうこれこれちょっと待ってすいません、ちょっとライターでありながらこの言葉知らない、ちょっと待ってね。共闘法敵地などの不利な地理的条件での戦闘を有利に運ぶための前進拠点、そんな言葉があるんですか。ごめんなさい、私も知らなかった。知らなかった。え、知ってます。本当。なんかでもなんか使う機会多そうな言葉です。確かに。これは一度も見たこともなかったかもしれないですけど、私。共闘法。今度はちょっと使おう。これは共闘法になったみたいなね。なるほど。ずっと先制されたら負けてたんですよ。こう、うん、大体このね夏の試合とかってそのなんか早々と先制されて、うん、でこう、ね、ダゾンとか見ててもアビスパはね逆転勝ちがまだないんですよ、はいはい、とか言われて、そうちょうどこれも多分言われてたんですよね。一回も勝ってないみたいな、あ先制されたらで一回も勝ってないんだよなっていう暗い気持ちになって、はい、そのまま本当に勝ってなくて1-0 で負けるみたいな、で、はぁみたいなのが続いてたんで、はい、ちょっとその流れをね、うん、断ち切る、まあこの中村選手のゴールですよね、はい、中村選手もこれ J1 初ゴール、いやいやいや、フリーキックで綺麗なゴールでしたね。
そうですね、はい、めちゃくちゃ綺麗なゴール、先ほどもう一回、ね、ハイライト見直しましたけど素晴らしいゴール、うん、はい、まあ、まあそういう意味でもちょっとこの試合は京都方かなと、ね、京都方っていう試合だったんでしょうね、はい、30代男性サポリキ11年から15年の方、はい、スタジアムの試合中の雰囲気がかなり一体的で、うん、スタジアムもチームも全てが勝ちたい気持ちをむき出しにして試合をしていたような、はい、素晴らしい雰囲気だったから、確かにね、この試合すごかったですもんね、なんか、まあ、そんなにね、うん、たくさんお客さんが入った試合、まあね、あの今シーズンそんなにね、あの満員みたいな試合なかったんですけど、はい、この試合のね、勝った後の雰囲気とかすごかったですもんね、あ、バックスタンドに行ったんですけど、すごい皆さんうわーっていう熱いね、うん、多分あの福岡県の中で あの時あのスタジアムが一番すごい盛り上がってた、うんうん、20代女性サポレキ5年以下の方、今シーズンはずっと先制点を取ると逆転できずにもがいていましたが、うん、清水戦でしっかり逆転を決めてサポーターにも選手にも自信を与えてくれる試合になったと思います、うん、それまでコロナや名古屋グランパス戦での事故のような失点、はい、得点、選手家族に対する誹謗中傷など、うん、たくさんのことで悲しい思いをしていた選手サポーターにとっては、うん、この試合とても意味ある試合になったと思います、あ、確かにあの時期のね、最悪な感じでしたもんね、あの暗いニュースを連続というか、はい、なんかまさにこうなんか降格なのかな、うん、そう、負のスパイラルがですね、なんでこんなにアビスパワーみたいな、こんなことあるってくらいなんか続けざまにニュースになってましたもんね、そうですね、そうかそうか、うん、誹謗中傷とかもそうか、それもこの時期でした、この時期でした、そのちょっと前でしたね、はい、50代女性サポ歴21年から25年の方、残留がかかった試合できちんと結果を出してくれたこと、ボールが外に出た時の少しの時間でも選手同士が声を掛け合う姿を見て残留に向けてチーム一丸となって戦う姿勢を感じたし、サポーターの手拍子もずっと途切れず選手を後押ししていた、うん、今まで先制されたら負けてばかりだったのが逆転勝ちできたのも嬉しかった、まあ、そう考えると確かにベストゲームかもしれないですね、うん、この試合が今シーズンここでね、うん、一緒になって戦って勝ったっていう、うん、そういう実感も得られた試合だったんでしょうね、何より清水が降格してるわけですかね、確かにね、この時結構もう清水勝ってたんで、はいはいはい、確かちょっと位置抜けしましたみたいな感じでしたもんね、評価の J リーグサポーターの中では、そこをね完全に、逆に清水はこの試合きっかけで多分ね、そうか、流れが変わったって感じでありますよね、20代男性サポ歴5年以下の方、残留に向けて何が何でも勝ち点3が欲しい試合をものにできたこと、ここまで先制されて敗戦する試合が続いており、この試合もいつものように先制されて重苦しくなるかと思われましたが、そんなことはなく選手サポーター誰一人下を向くことなく今日はやるぞという気持ちが伝わってくる試合だったように思いました、そのスタジアムの雰囲気が逆転勝ちを呼んだと思います、対する清水は最終的に降格することとなったので本当に明暗があった試合だと言っていいでしょう、本当ね、まさにまさにですね、30代女性サポ歴5年以下の方、中村俊選手が大好きなのですが、うん、2ヶ月試合に出ていなかったのでずっと復帰を待っていて、うん、ついに復帰したその試合で J1 初ゴール、うん、最高のヒーローの姿を見ました、うん、すっごくすっごくかっこよかったです、うん、もし中村俊選手の復帰が1試合でも遅かったら今アビスパは J1 残留できてないって友達に言われて背筋が冷えました、うん、本当に本当にかっこよかった2回目いいっすね、30代女性サポ歴5年以下ということで、友達に言われた、ちょっとサポ歴がもうちょっと行ってる友達がいたんでしょうね、うん、いたんでしょうね多分、で中村選手が個人的に大好きだったのが、うん、それぐらい重要な活躍をしたんだよって言われて、うん、背筋が冷えたっていう、まあ、いい体験ですよね、確かにこの中村選手がこの、ね、2ヶ月出てないのに多分、うん、一勝もできなかったんじゃなかったです、多分全然勝てなかった、勝てないんですよねリーグ戦、うんうん、まさに復帰のね初戦を中村選手のゴールで勝ったみたいなもんですからね、そこから流れが変わった、変わりましたもんね、はい、またそのね、うん、シーズン全体への影響っていう面も含めて、うん、まあ、この得票になったのかなと、うんうん、ちょっとね、まあ、確かにこの試合が人気にはなるかなと思ったんですが、うんうん、ここまで圧倒的とちょっと思わないですね、あの昨年で言うとですね、うん、この同じ質問だとやっぱ川崎フロンターレさんなんですよね、あの大金星というか、はい、あの時とね多分同じくらいの割合でこの試合に票が集まってるんですよでちょっとあの試合とはまた意味合いが全然違いますもんね、そうそうそう、まあ、ね、何かかかってた試合ではなかったですから ね、 ね、だからやっぱ昨年は、うん、昨年のこういいアビスパ、うんうん、できすぎアビスパを象徴する象徴するできすぎ
フロンターレ戦ですよね、うん、だってもうあんだけ経験もないじゃないですか、うん、確かに、ね、その各他のサポーターから称賛されるというね、うん、そういう状況でしたけど、まあ、今年に関してはもうこの残留がかかってたということで、うん、まあ、やっぱ今年を象徴する試合が選ばれる傾向にはあるかなと思いますね、うん、いや本当この試合のおかげで流れが変わりましたね、はい、そしてそこからちょっと大きく離れまして2位なんですが、はい、うん、5月3日に行われました、はい、ベスト電気スタジアムで行われた FC 東京戦、これですね、スコアが5対1という5対1というシンプルに楽しかった楽しかったっていうコメントが多そうですね、なんかこの辺もね、僕リアルで好きですよねリアルだなっていう、残留じゃなくてやっぱ残留のピーピーした感じよりも、うん、ただ宮城でできたっていう、うん、リアルちょっと面白いですねこれ、40代男性サポレキ26年以上の方あの FC 東京を圧倒して5対1で勝ったゲームは素晴らしい、うん、ベストと言えるゲームだった。なるほどね、このまあ印象的な試合っていうふうにまあ、ね、うん、アンケートの質問としてはしてるんですけど、はい、ベストゲームっていう観点で選んだ方もいるかもしれないですね、あ、はいはい、一番うまくいった試合、うん、20代男性サポレキ16年から20年の方、だって J1 で5得点なんて狂気乱舞でしたもんなんですかその言い方40代男性サポレキ16年から20年の方、はい、リーグ戦のベススタ初勝利だったと思います。あ、そうなんですね、5月なんですね、これまで勝ってなかったんだ、それまでは結構 VAR でゴールが取り消されたりして、うん、なかなか勝利できなくて不安な日々を過ごしていました、うん、が逆転の山岸選手の3人抜きのゴールに痺れました、うん、田中選手のスピードあるドリブルからのルキアン選手のゴールもすごく良かったです、うん、アビスパの J1 通算50勝目が5対1の大勝で割れたことが印象に残っています、はい、ただ松木選手が美味しいところ全部持っていっちゃった初ゴールでしたからね、期待の松木選手の初ゴールを与えたので、結構テレビはねこっちばかしながら言ってましたね20代女性サポロキ16年から20年の方、一気に5得点取ってびっくりしたことを鮮明に覚えています。しかも松木くん初ゴールのおまけ付きサポーターもたくさん集まっていてすごく盛り上がった記憶があります。あんな試合が1年に1回ぐらいあると嬉しいもう1回って言わないで、そうもうちょっと見ましょうよで、やっぱ16年から20年なんですよ、ね、やっぱ5年以下の人は年に1回って言わない言わないもっとね、貪欲にねそうご褒美試合はあっていいと思いますよ。そうですね、30代女性サポロキ16年から20年の方、うん、夢スコア過去5得点が久しぶりすぎて、うん、古参アビスポがスコアラッシュのチャートなんだっけと合わせて情報交換していたのって印象的だった。ちなみにアルプス1万着でした。そうです、これはね、アルプス1万着これ僕、あれか、だからこのアルプス1万弱、はい、どういうちゃんとの、これから始まるアビスパの攻撃何点入るかわからない Hey! っていうやつがあるんですよ。あんま聞く声がない多分ね、15年ぐらい歌ってない気がするはい、というちょっとかなり毛色の違うでしたね、はい、で、3位ですね、はい、3位10月8日この北海道コンサドーレ札幌戦、札幌ドーム、札幌ドーム、これ僕ね、もうちょっと票集まるかなと思ったんですよ。そうですよね、僕もここ割と、うん、もっとね、清水戦と競ってもいいかなと思ってたんですけど、そうですよね、うん、まあなんかすごい大きく流れを変えたっていう面では清水戦はそうなんですけど、うんうん、やっぱこの直前になればなるほどこうね、うん、もちろんね、危機迫るものがね迫るし、で結構なんか、うん、この試合は僕ちょっと正直前半とかね、ちょっとなんかあんま雰囲気良くなくて、そう前半なんかね何にもできなかった感じだったんですよね確か。でそう、ま、負けるんじゃないかってちょっとなんか結構、うん、ああ何なんだよみたいな感じだったと思う、うん、得点の失点もねあんまりいい形じゃないというか、うん、そのねあのヘディングで戻したやつをゴールキーパー村上選手が弾いたのを詰められたって感じだったんで、まあ、割とあのしかもね結構いい時間帯に決められて割といつも、ね、あこれ負けるパターンの試合だっていう雰囲気がね、うん、ねえあったの中で、ね、はい、それを後半のね、うん、本当に終盤で、そうですね、もう終盤ですもんね、ダダンと2本決めてという、うん、ですごい個人的にはかなり印象に残ってる試合です、うん、10代以下男性でサポルキ6年から10年の方、ダゾーンで見ていてミヤファンマの連続ゴールには鳥肌が立った、久しぶりの逆転勝ちは気持ちよかった、うん、
僕全く同じ画像で画像で見ていて僕画像で見てて、いやファンマの連続ここ取り上げました、ね、うわーって思ったよね。なんかそうそうそう、いや、うん、個人的にはこの試合が一番なんかこう盛り上がれたというか、あ、熱くなれたかな。でそうそう、やっぱ画像で見てて、うん、あの子供がびっくりするぐらい僕もね、ちょっと別 の, あの作業中だったんですけどファンマが決めた瞬間うわーっつってやっぱ笑顔じゃなかったでしょ。そうそう、ね、やったーとかじゃなかったっすよね。じゃないじゃない、シューッつって子供が怖がるよ。そうそう、多分ファンマと同じ顔してましたね。あの時はみんな多分そうだったと思う。いや、そうだと思いますよ、はい、やっぱ状況が状況でした、状況だったんでね、はい。30代女性、札幌駅16年から20年の方、うん、広角がちらつく中、約2分間で、ね、そんなつまりすぎでしたね、はい、札幌まで見に来てよかった。ああ、行かれた、よかったよかったっすね、報われたと思ったから、うん、本当ですよね。40代女性、札幌駅21年から25年の方、はい、降格するにしてもしっかり見届けようと思い札幌まで行った。もうマインドがすごいっすね。降格するにしてもしっかり見届けようと思い札幌まで行った、うん、なるほど。残留争いライバルが軒並み勝つ中、なんと逆転勝利。そうですね、結構そういう悲壮感ありましたよ ね, ね。その9月17日が、うん、まあ、今思えば変わったとは言ってるけど、うん、やっぱまだ しんどくてね、うん、降格するにしてもしっかり見届けようと思い悔いがないように札幌まで行った。それであのね、はい、ゴール日本ね、うん、どういう気持ちだったでしょうね、うん。30代男性、札幌駅5年以下の方、札幌との試合に勝てたから残留の希望が持てたから、負けてたら諦めてたかもしれない。ほんとこれで首の皮一枚というところだったと思います。これまたね、他会場も結構、ね、どこもみんな勝ってたんですよね。確かそうそうそう、こんなねギリギリまで決まらんとは思わなかったですね。なんでお前いつも強いのに今日は負けんねんっていう結構荒れましたね。そういう意味では今年のリーグ戦は。確かに、いやー、やっぱね、もう今思い出しても本当にリビングの光景浮かぶもんな。印象的。もうなんかあの映像じゃなくて、うん、あのテレビとリビングのダイニングテーブルの端とかがもう浮かぶもん。こうシャーって言ってる時に画面じゃなくてやっぱ下向いてるんですよね。フローリング見ながら言ってたお前が決めたんかぐらいの、ね、そうそうそう、という結果で、はい、で他はですね、はいはい、10月29日の柏戦、あ、まあ、ここもね、うん、しっかり勝ってくれたと14票、はい、で11月5日の浦和戦、最終戦の引き分け、引き分けですね、はい、引き分けが入ってるんですね、ここで。まあこれだけみんなその残留ですね。まあ残留ですね、ところに、まあ、まあね、これもね、先生ね、先生されましたからね。そうですね、埼玉戦も、まあ、この試合も本当によくやりましたよね。はい、もう本当にこのね、これちょっとファンマ選手が決めた瞬間、うん、ちょっと泣いちゃいましたもん、現地で。なんかね、やっぱこうネガティブだからね、やっぱりいろんなことがね、こうよぎるわけですよ。ここ数年、シーズン終盤で泣きがちなんじゃないですか。毎年泣いてる気がしますね。でも去年はそうでもないか。去年は大丈夫でした。そう、去年は特に泣くよ。去年は別にね、終盤何かあったことないですからね。そうそう、トスにボロ勝ち した試合がただ楽しかったっていう一年でしょ。そうそうそう、でもそっか、そんぐらいですよね、多分。そうか、うん、まあ昇格はもちろんね、それは楽でしょうし、はい、それはもうね、あのたくさんメディアにもね扱っていただきまして福岡のほぼ曲全部泣いてる姿が映った。で9月3日の名古屋戦ね、はい、これはまあね、別の意味ですよね、はい、うん、ちょっとね、いろんな事故が起こったんで、あ、で、うん、5月21日のマリノス戦での勝利ね、はい、これもね、なんか22年ぶりぐらいのホームでの勝利ということで、うん、そうか、はい、だからやっぱあの楽にいったシーズンだったらおそらくね、はい、うんうん、この5月21日の試合とかかなり票集まったんでしょうね、うん、そうですね、まあ、この試合もね1点取ってね、うん、もうギリギリ守ってね、うん、あのこれもね、あのマリサポの人たちから結構批判を食らってましたけどね汚いとかねはい、はい、そうそう、やけに時間稼ぎしたりね、はい、そういうところがやっぱつながるわけですよ、はい、強豪チームに勝つためには、ね、勝つためには、うん、という、まあ、印象に残る試合ということで、はいはい、まあ、この終盤の、ね、試合が票を集める結果となりましたというところでした、はいはい、ということで今回も2022年のサポーターアンケートって形でお送りしてきまして、この内容を、また川森社長に直接インタビューをして、はい、全部まとめて記事を、ね、アップしようと思います、はい、
まあ、それちょっともうちょっと時間かかりますので、それをお待ちいただければなと思います。はい、またシーズン、来シーズン開幕に、開幕前に、前にやりましょうか。はい、あのアビサポの研究をしています。アビサポ研究家ですかね。アビサポの思想がどう変化しているかというのを日々追ってますので、はい、また参加していただければなと思います。はい、はい、では、また来年お会いすることになるかなと思います。はい、それではありがとうございました。ありがとうございました。